どうも皆さん、じゃがいもです。今回は、最高率のレベル上げ方法をご紹介します。今回の方法を使えば、もりもりレベルが上がります。まず、北3番エリアのポケモンセンターに飛びましょう。ポケモンセンターに飛んだら、北の草原まで移動します。ここまでストーリーを進めてない人は、頑張って進めてください。草原に着いたら、ピクニックをします。ピクニックをして、料理をするを選択してください。料理でハムサンドを作ります。今回の方法は、草原でラッキーを借りまくるというシンプルなものなのですが、ハムサンドで遭遇パワーノーマルをつけて、ラッキーを出しやすくします。ピックは何でも OK。食材はオーラオーラ、缶の対象、ベーカリーオルノで買えます。ハムスライス、ピクルススライス、マヨネーズ、マスタードを買えば OK。まずハムを3個乗せて、ハムの上にピクルスを乗せて、最後にパンを乗せれば完成です。ある程度綺麗に作ってください。具材を落とさなければ OK。食材はテーブルシティで買うのがおすすめ。店が固まってるので買いやすいです。パンを乗せて、ピックを刺せば完成。うまくいけば、草原にラッキーが湧きまくります。30分間湧き続けるので、その間に借りまくりましょう。ラッキーが出なかったら失敗ですので、もう一度ハムサンドを作り直してください。具材を落とさなければ、大体成功します。食事シーンは早送りしましょう。スキップさせろや。さて、あとはラッキーを見つけて借りまくるだけです。ここで注意点があります。レッツゴーでラッキーを倒しても、ビビタル量しか経験値がもらえません。ラッキーは必ず直接戦闘で倒すようにしましょう。ラッキーはノーマルタイプなので、格闘タイプのポケモンで狩るのがおすすめです。ルカリオとかおすすめ。捕まえ方は別動画を参考にしてね。できればワンパンで倒せると楽です。ちなみにポケモンセンターで回復すると、料理効果がなくなってしまうので、ポケモンセンターを利用して回復はおすすめしません。PP〇〇をいっぱい用意しておくと良いです。技ポイント回復するやつね。結構下の方までラッキーが湧きます。いきなり湧いたわ。あとはこの繰り返しです。レベル10代から60くらいまであっという間に上がります。回転効率が良いので、多分現状最高効率だと思います。育てたいポケモンに幸せの卵を持たせると、さらに成長が早くなるのでおすすめ。ルカリオ強い？かわいい。というわけで、最高効率のレベル上げの方法のご紹介でした。いかがだったでしょうか？今回の動画が、少しでも皆様の参考になりましたら幸いです。他にも色々ポケモンの動画を出していますので、よければチャンネル登録や高評価を。それでは皆様、最後までご視聴、ありがとうございました。Thank you for watching. See you next time.